皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、11月の17日、22時11分、サムライジャパンの関係者の皆さんへ、本日の勝利おめでとうございます。今日、日程とかしっかりとちょっと調べてなくて、ちょっと油断してた部分もあって、今日の YouTube にアップロードした内容で言ってましたけども、1点くらい取られるかもしれないと、そういうことを言ってましたので、想定内の1点でしたね。ですので、今日失点された件に関してホームランを打たれた方はあんまり気にしなくて、いいと思います。今日の試合で序盤、セカンドへ盗塁した時ですね、日本の選手が。その時に、セカンドの、審判の方がしっかりと良いポジションで、しっかりとしたジャッジを、最初セーフにしていたと。で、後のスローモーションでも一番最初に出てきた画像が一番わかりやすいんですけども、明らかにセーフです。で、あれぐらいはっきりした動画なのに、なぜそれをアウトという認識になってしまったのか。その辺のところがね、ちょっと今日の、審判の方、主審の方たち、ちょっと変ですね、正直。普通はあの動画でも分かるはずなんですけどね、はっきりと。だからね、もうベース、例えると、これがベースだったとしましょう。で、こちらがランナーだったとしましょう。もう空いてる距離が、これぐらいのところで、相手の野手はね、ボール補給してるんですよ。で、補給した位置から足までの距離が、だいたい20センチぐらい空いている。で、もうスライディングに行ってる状態だから、もうかなりか、スピード出てるんですよ。で、それを今更キャッチして、手を下に下ろす動作で間に合うかって言ったら絶対間に合わないです。もう何回見てもそうです。で、そういった感覚をしっかりと持たれているのかどうか。だからね、だいぶ細かいことを言うようですけども、これは今日の試合じゃないんですけども、日本のね、プロ野球業界でたまに見受けられる現象なんですけども、ストライクゾーンの高低なんですよ。肘から膝までの高さ。で、これはもちろん身長とかによって、人によって高さが、高低差だいぶ違うんですけども、注意していただきたい点は、バッターがボールを振りに行くとき、テイクバック、バットを後ろに引いたときに、足腰がね、ストライクゾーンが少し下がるんですよ。大抵の人は。その時の投げ込んでくるボールにもよるんですけども、ちょっとだけ膝が下がるんですよ。もともと構えてる位置から。だからストライクゾーンは本当はちょっと下に下がるんですね。だからそこまで、どこまでだから主審の目でジャッジできるものなのかっていうのは、それは正直かなり難易度高いです。普通にこちら画面を見ていたとしても、スローモーションで見なかったら正直ね、その辺のところのジャッジはかなり難しいですね。だからそこまでは人間の目で対応できるものなのかどうかっていう部分はあるんですけども、今日のね、セカンドへの盗塁は確実にセーフでしたので、あれくらいは当たり前にジャッジしてもらわなかったら、ちょっと審判としての能力に疑問を持ちますね。かなりイージーな画像でしたので、それを解説席がね、際どい際どいって言ってるんですけども、全然際どくないんですよ、あれぐらい。あれぐらいはしょっちゅう起きることで、もともと塁間の距離とかは、ちょうど本当に良い距離を保ってるんですよ。本当に足の速い人は、その塁間っていうものはプロの世界でも優位になります。かたや、足の速さが、アスリートとして一般的なレベルであると、大抵、キャッチャーがしっかりとした送球をすれば大抵アウトになる。こういう風な設計がしっかりとされてるんですね。だから、微妙な判定っていうのは、セカンドへの送球っていうのは、結構あります。年間通して。例えば、140試合ぐらい試合をしたとしましょう。そしたら結構あります。だから、それぐらいのところはね、いろんなことを、経験を
重ねてきてるはずですから、あれぐらいのジャッジはね、ちょっと当たり前にセーフっていうことを判断できなかったら、ちょっとお話にならないですね。野球部経験者とかの人たちって、世の中に本当にたくさんいらっしゃいますんで、特に、アメリカや、まあ、アジア諸国、まあ、今、ここ近年では、ヨーロッパの方でもかなり、普及しています。まあ、それでね、この近代国家で、もうね、普通の高校野球とかの審判の方たちとかでも当たり前にジャッジできることがなぜかできていないプロのレベルで、その辺のところはね、やっぱり球場来られてる方たち、交通費払って、まあ、中には、試合終わる時間遅いですから宿泊ホテルも予約取って、見に来られてる方もいらっしゃると、そこでねちょっとクオリティの低いジャッジっていうものはちょっと私としても承服しかねると。まあ、それのところは各自が徹底的に己を鍛え上げるしかないですね。あれぐらいのジャッジは普通にセーフってしっかりと言えるぐらいに。かなり簡単ですよ。もうボールキャッチした時に、足と、そのボールキャッチした高さ、もう高低差これぐらいありましたから、取ってからしかもうタッチいけないから、ボールの位置はあそこですから、あんな距離絶対もう、足もうスライディング行ってる方が絶対早いから、その辺のところぐらいもしっかりと、ノートつけるなりなんなりして、でそういうところってね、多分セカンドの審判の方の方がよく分かってると思うんですよ。中心の意図は基本的にストライクゾーンとか重視じゃないですか。でバットのハーフスイングとかは、ファーストやサードの先審の方たちが、判断すると、一番角度的に判断聞きやすいですから。だからその辺のところで本当はね、動画でセカンドの審判の人が一番的に発言権を優先させてあげなかったら、多分ね主審の方とかだったら慣れてないと思うんです。主審の仕事ばっかりしてるから、セカンドとしての判断の仕方が。だからこの辺のところでね、そういう風な部分もしっかりと取り入れていただきたいなと思います。だから中に入って喋ってるからわからないんですよ。で審判同士が何を喋ってるかっていうところも表に放送しないと、音声をしっかりと。だからそこで、だから野球部経験者が多いですから、ごまかし聞きにくいんですよね。もう野球にしてもサッカーにしても。まあ他の競技でも同じですけどね、しっかりと気張って生きてる人間、仕事をしっかり取り組んでる人間からして、そのスポーツの試合をしょっちゅう見てると。で、まあ、いわゆる一つの目が超えてるっていう言い方ですね。軽眼を持たれてる方からしたら簡単に分かることなんで、ちょっとね、仕事としてしっかりお給料もらいながらの人が、判断ではちょっとお粗末すぎますね。自分でその映像をスローモーションとかにして見たのかどうかとか、先ほどの言ってる内容とかしっかりとチェックできたのかどうか、その時自分がそれを頭の中で描いていたのか、そのスライディングのスピードとボールが補給してから手でタッチしに行くスピード、どちらが速いかっていうことを頭の中でまとめきれているのかっていうところ。だから映像で見ても足の方も先ついてますからね。その野手でセカンドベースが、かなり隠れているにしても、あ、これはついてるなっていうのは分かりますから、足の長さと位置で、関節の位置で。そういうこともしっかりと分かっているのかどうかっていうところで、まあ疑問を持ちますね。あと、それとね、これ僕、たまに思うんですけども、各ね、サードとかファーストとかセカンドとか、その主審の方たちとか、多国籍の人の場合、英語だけで本当に言葉噛み合います？いろんな難しい、その細かい言葉使えます？そこまで英語。正直無理でしょう、皆さん。そこはね、審判の人は同じ国の人でまとめといた方がいいと思いますよ。で、その国の言葉でしっかりと話し合って、確認して、で、観客のお客さんとかも何を喋ってるのかっていうのをしっかりと聞き取れるようにっていうことをしておくべきでしょうね。マイク一つ用意することぐらい簡単ですから、あとはボリューム上げて、
まあ球場でしっかりと音声流してもらうと。まあこれが公正な、まあ裁判所で言ったら傍聴席みたいなものですね。裁判官が何と喋ってるか、まあ原告の人が何と喋ってるか、被告人の人が何と喋ってるか、まあ弁護人、補佐人、まあ参加人、まあいろんな立場の人がいますけども、全員喋ってる内容がはっきり聞けるんですから、それこそ公平なジャッジだからこそ、そういう場を作ることによって審判の人たちも、ジャッジの仕方に腕に磨きがかかると、まあ、こういうことになってくるんですよ。だからまあそのダッグアウトに入って、映像を見て、確認してる時のその発言とかもね、あんまり怖がらないで、ちゃんと自分の考え方とか思ったことを、まあいろんな審判とこう確認し合いながら交わすような言葉とかもね、しっかりと言うべきだと思いますよ。ということで、明日も、確か試合あったと思いますが、明日も当然、まあ試合に、取り組もうと思っています。でこう、もうバレたっていう声を電波で聞こえてるんですけども、淡井圭介を睡眠不足にさせる原因として、相手チームが勝とうとしていてコンピューターが変な稼働の仕方をしてるんじゃないかと、それを今考えたんですよ。そしたらバレたっていう声を電波で聞かされてるので、これ相互関係どうなってます？だからまあ、電波を使っての睡眠不足のさせ合いなんかしても、それは殺し合いだから、そんなこと絶対しちゃダメだから、だから科学業界の変なシステムの暴走とかもう全部やめなきゃなんない。もう明らかに僕はね、夜寝る時とか電波でごちゃ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 ずっと言われてますから、はっきり言って僕は睡眠たくさん得た方が強いですよ。頭なんか貸しやすいですし、精神的にもやっぱり睡眠不足でもう何日もね、連日で睡眠不足になってる時って、試合の勝ち負けからそれも逃げ出したくなるっていうのは、それは普通であって、私はそれを年から年中取り組まされてるからね、もうあの慣れてる体勢があったりとか、それは自分の弱いところを見せなかったりだとか、そういうふうなところでそう見えてないだけで、まあ、今言ってるのはスポーツが悪いって言ってるんじゃなくて、科学業界ですね。だから行政のしてること、理化学研究所とかは国行政ですから、それは国連レベルで、だから間違った形で、だから第二次世界大戦の後の間違った法律とか間違った、医療業界の内容とかずっと残ってしまってるんですよ。だからそれをみんなで改善しなきゃならない。だからそこはもうみんなの勇気を持って言える環境をまず作らなきゃならない。国連もそこから逃げちゃダメ。それしてしまうと今度国連が悪いっていうことになっちゃうから。まあ誰が国連の議長になったとしても。まあ総長ということですね。そして世界中の、理事会の代表者の方たちは、各国5名だったと思いますけども、しっかりとその内容を後押しすると。こういうことですね。そうじゃなかったら、これお互いにただただ足の引っ張り合いをしてるから、せっかくね、世界中で本当のところはもう戦争はなくなってるから、戦争のフェイクニュース未だに放送してるみたいですけども、意味のないことばっかりしてるでしょ。なんかこう余計にややこしいことをして、余計にその電波でいろいろコンピューターから言われる人を増やしているようにしか見えない。でそこに大した意味があるかっていうと、ない。ただ不毛、一応電波も電力使ってるから、そんなにいろいろ聞こえてくる人たちがいっぱい世の中にいるっていうことは、それだけ電力を無駄にしてるっていうことですもん。エネルギーの残存量問題、コンピューターからしか分かってないじゃないって。それ人間が作ったんだから。まあ、あの最後あの小言になってしまいましたけども、まあこういう環境下で、まああと佐藤輝明選手、最後の打席で、しっかりと、ヒットを打てたのは良かったですね。まあシーズン中と同じですね。僕の
その、改札席がまだ言い出し始めるんですよ。大きいの大きいのって、そのね、思いっきりとか、もう遠回しに言ってるけども、明らかにホームラン狙いみたいなことを言い始めていて、その影響っていうものを佐藤輝明選手が受けてると。まあもちろんどちらかというと、プロ野球選手の中で見ると、その全選手と中で見たら、それはホームランがまだ打ちやすい方の選手ですけども、もともと700打席、打席に入って20本以上ホームラン打ったらすごい方っていうのが、それがプロ野球の世界ですから、そこはやっぱりね、確実にしっかりとヒットを打っていくと、まあそういう風な形の方が手堅いですね。だから今日の韓国戦で、相手韓国チームの選手の方がしっかりと野手の間を狙い打つような、あの低いライナーで狙い打ってるバッティングを見た時に、ああ分かってるなと思いましたね。ホームラン、まあお互いに1本ずつは出ましたけども、野球の本質は本当は打線のつなぎですから、そんなにホームランがしょっちゅうしょっちゅう、毎試合毎試合出るかって言ったらいくらでもそれはないですからね。だからまあ、今日は日本の、野球の中で、まあ特に見受けられなかったんですけども、バントですね。バント、まず、しっかりとランナーを送ったりだとか、まあ、確実に一点一点、積み重ねていくと。で、まあ、試合が終わった頃に、4点入っていたりとか、5点入っていたりだとか、まあ、ビッグイニングができたら6点以上とか、試合が終わってみたらと。まあ、まあ、もうそれぐらいの得点になったら、もうまず盤石でしょうね。まあ、国際戦は1点差を争うような試合結構多いですけども、まあその辺のところは、皆さんきっちりと、対応して、進めていきましょう。今日は、皆さんどうもお疲れ様でした。明日の試合も頑張りましょう。以上です。